平成たぬき合戦ポンポコは1994年にスタジオジブリ制作のアニメーション映画作品。スタジオジブリが東小金井の新社屋で初制作する長編映画は高畑勲監督が原作、脚本、監督の三役を務めた初のオリジナル作品。同社における宮崎駿以外の監督による作品の中では 唯一の監督原作作品である。また、歴代ジブリ作品の中で、ナレーションの採用や、劇中での実写映像の採用は当作のみである。宮崎駿と鈴木敏夫は、狸映画を作ろうと考え、そこに高畑君監督を迎えることとなった。高畑は、当初、平家物語を映像化しようと試みたが、なかなか実現せず、 宮崎と鈴木の二人が考えた案をもとに、タヌキの兵器物語のオリジナルシナリオを執筆した。開発が進む多摩ニュータウンを舞台に、その一体のタヌキが科学を駆使して人間に対し、抵抗を試みる様子を描く物語を完成させる。スタジオ内の初の CG 使用作品でもある。1994年の方が、配給収入トップ26億円を記録した。 第49回毎日映画、コンクールアニメーション映画賞、アヌシー国際アニメーション映画祭、長編部門グランプリなどを受賞した。日本でジブリがいっぱい、コレクション、シリーズとして発売されたセルビデオは40万本を出荷した。数年に一度、日本テレビ、金曜ロードショー枠で放送されている。昭和40年代。 多くの狸たちが平和に暮らしていた多摩丘陵に、多摩ニュータウン開発計画による山や森の破壊が迫っていた。ある日、多摩の狸たちは結集し、総会を開いて開発阻止を決議する。伝統的変化術である科学の復興と、四国、佐渡の名のある化け狸に助力を行うことが決定される。年が明けると、 古田の火の玉おろくから科学を教わった若手、狸たちは建設工事への抵抗を始める。開発業者のトラックを事故に追い込み、地蔵や稲荷神社の狐に化けて住民の信仰心に訴え、古典的なお化けに化けて人間を驚かした。2年目には若手狸から選ばれた玉三郎と文太がそれぞれ四国と佐渡に派遣される。 タヌキたちの抵抗運動は一部の知見者や作業員に工事を思いとどまらせ、ニュータウンの会としてマスコミを賑わせるが、全体としては開発を阻止できない。三年目、強硬派のゴンタと慎重派の小吉たちが対立しているところに四国から大野三郎派下タヌキ、陰神業部、六代目金永を伴ってたマサブ郎が帰京する。三長老の指導の下、 タヌキたちは具現化した百鬼夜行でニュータウンを襲う妖怪大作戦を決行する。作戦の最中に隠人業部は聖魂突きわて落命する。しかし、ニュータウン住民には白紙喝采のイリュージョンにしか映らず、挙句にワンダーランドの宣伝に利用されてしまう。作戦が大失敗となったことでタヌキたちは意気消沈し結束が乱れていく。 ワンダーランドの社長を抱き込んだ、多摩の化け狐龍太郎が金長に接触し、科学を駆使して、人間社会で生きる方が良いとそそのかすが、金長とその娘婿となった玉三郎は、社長から1億円を巻き上げる。大の三郎ハゲタヌキはげたぬきは、踊り念仏を、はじめ、ついには宝船に変化して玉川に繰り出ししでの旅に、出る。鶴亀和尚は、テレビ局に反抗声明を送りつけ、 カメラの前で訴えようとするが、取材に訪れたのは、興味本位のワイドショーだった。ゴンタたち強行派は姿を現して工事現場に座り込み、導入された警視庁機動隊と戦うが、敗北の末に命を落としてしまう。4年目、佐渡の巧妙な変形ぬき、ダンサブ三郎たぬきもすでにこの世を去っていたことが明らかになり、苦心の末にその情報を得て、佐渡から帰還した文太は、 故郷の代わりように愕然とし、まるで人間に化かされているようだと同国する。残った化け狸た,たちは、最後の力を結集し、かつての美しい玉丘陵の幻を人間たちに見せつける。その後、他の木たちはちりじりになり、科学を使える狸は人間として暮らすようになり、化けることのできない狸た,たちはいまだ自然の残る町田へ移り住んだ。小吉はストレスに耐えながら、 会社員として暮らしていた。ある晩、仕事帰りの小吉は、ポン吉らかつての仲間が、ゴルフ場で宴会を開いて騒いでいるのを見つける。小吉もまた狸の姿になって、再会を喜び合う。そして、ポン吉は人間に向けて、メッセージを告げる。あの、テレビや何かで言うでしょ。開発が進んで狐や狸が姿を消したって。あれ、やめてもらえませんそりゃ。 確かにキツネやタヌキで化けて姿を消せるのもいますけど、でも、ウサギやいたちはどうなんですか自分で姿を消せます。化け学は人を脅かし、あるいは見誤らせる技術全般を指す。体の全組織組み換えの脅威であり、擬態と比べてより高度なものであるという。作中ではタヌキ以外に化け学を身につけているのは、キツネと一部の猫のみとされ、 カメレオンによる擬態は、化け学の初歩的なものともされている。また、同じタヌキであっても化け学の習得状況には、個人差や地域差が大きく、舞台となる、玉丘陵においては、変化本能を維持してきた変化狸は少なく、変化本能をほとんど失った涙だきが大半となっている。一方で、アワ、サヌキ、イオ、サドのように変化の伝統を守り続けてきた地域も、 存在し、作中では、玉丘陵の狸たちが、化け隠し難役として、四国と佐渡から有名な変化だきの長老たちを招聘している。狸が得意とするものは、変身術と幻影や幻覚を与える能力であり、それ以外にも、物体を他のより高価なものに化かすことや、人間への憑依も可能である。映画中で演じられる様々な化かし方は、 その大部分が極めて伝統に則っ,ったものである。また、オスのタヌキは陰謀を広げ、これを様々に変形させて、非常に効果的に使用する。頭に葉を乗せることで変身するとの伝承があるが、これは精神集中のための手段の一つでしかなく、これにこだわる必要はない。また、現代科学ではこの葉を使ったお札は人間に露見する危険性が、 極めて高いためごハットとされている。衣装や小道具を持った人間に化ける場合のように、極めて成功な変化を行う場合は、体力の消耗が激しく、長時間の変化では疲労素が目の周りに溜まることによって、タヌキグマと呼ばれるクマが生じることが多い。タヌキグマが現れた場合は、元のタヌキに戻ってしまいやすいため、変化を持続させなければならない場合には、 漢方薬や栄養ドリンクを用いて体力回復を図る必要がある。また、大掛かりな現実を仕掛ける場合には多大なエネルギーを必要とし、強力な狸集団が団結してもしばしば力を使い果たして失神したり、果ては妖怪大作戦中の陰人業務のように絶命することも珍しくない。玉三郎が四国から帰京した際に伴った大の三郎を励た抜き。 陰神業部、六代目、金長の三長老が指導した人間に対する作戦。狸たちは具現化した百鬼夜行でニュータウンを襲った。隠れ、キャラクター狸たちが妖怪大作戦を決行するシーンで、四つのジブリキャラクターが登場する。いずれも画面を横切るのみで一瞬だけ登場。他のジブリ作品と同様、俳優が多く起用されている。 また、落語家やベテラン俳優が数多く出演している。なお高畑は日本のアニメでは珍しいプレスコを用いることが多い。ありがとうございます。